こんにちは、 JTA クアラルンプール支店の徳田です。ジョイです。はい、今日はパターリンストリートで新しくできた、うん、そして隠れ家的な観光スポットを見せたいと思います。隠れ家的な観光スポットがここのペタリンストリートに新しくできた、はい、ということですね。ここでありますよ。この場所はクワイチャイホンです。クワイチャイホン、ちょっと聞きなじみのない音なんですけども、ちょっと行ってみましょうか。はい、そこでなんかいくつかのウォラットがありまして、うん、そして そこでなんか1960年代の、うん、クアラルンプール、チャイナタウンの様子を見ることができます。楽しそうですね。はい、うん、ぜひ行ってみましょうレッツゴーで、今そこに向かうところなんですけども、ジョイさん、この道で合ってますかね。なんかすごく細い道なんですけど。はい、間違いないです。ここです。間違いないですか。はい、あ、本当？ここです。 OK、 じゃあちょっと行ってみましょう。行きましょう。はい、このグアイチャイホンというところですね、噂なんですけども、ウォールアート、壁にですね、絵が描いてあるところが有名ということでして、まあ、こういうちょっと非常にですね、まあ、細いなかなかマニアックですね、非常にマニアックな道を通っていく動きとなっています。まあ、普通の旅行者の人じゃ気づかないですよね。そう、気づかないですよ ね。ヒデンです。ヒデン、そう、まさに隠されたという名前の通りですね。こちらグアイチャイホン着きましたので、早速中の方入ってみましょう。行きましょう。行きましょう。もう早速赤い橋が見えてまいりました。はい、あ、これですね、名物のウォールアート。はは、こういう風なところで、ね、私たちもこう写真を撮るわけですね。ジョイさんも記念に撮りましょうか。じゃあ、はい、チーズ、ね、という感じで写真を撮るわけですね。はい、あ、ここはなんか、うん、QR コードスキャンしたらなんか声が、はい、あ、そうなんですか。うん、声が鳴ります。ちょっとやってみましょうか。うん、はい、あ、QR コードか。ジョイさんできますか。少々お待ちください。はい、じゃあこちら奥に続いてます。わ、今ご覧いただけますか。国内旅行で来られてる方たくさんいますね。入ってみましょう。で、まずこっちから見てみましょうか。まあ、ダバオという名前のお店とか、あと、まあ、タイガービールを模したお店ですね。これも、まあ、お店飲み物とか売ってるんですかね。はい、カフェとか3つがあります。うん、そこでも1つ、うん、2つがあります。あ、なるほど。はい、じゃあここが2つカフェになってて、でこっち側もカフェがもう1個あるということですね。そうか、こんなちっちゃいところにね、たくさんカフェがあるんですね。そうですね。でこの奥行きあるところね、見ていただきたいんですけども、ここにもさらにウォールアートがいくつかありまして、若い方がですね、写真を撮りにたくさん訪れてらっしゃいます。人が多いですよね。ね、多いですね。ね、これなんか1、ね、つ絵があって、まあ、窓際で佇む女の子っていう感じですね。僕もさっきと同じように QR コードがあるので、ぜひ来られた際にはスキャンして音声のガイダンス聞いてみてください。奥見てみましょうか。すごいですね、人が多いですね。ジョイさん、そうですね、今日は多いです、ね、うん、すごくたくさん人がいます、ね、ここもね、こういうようなちょっと凝ったなんですかね、まあ、おじさんが書道をしているようなとこもあって、ここにね、こうやって座って写真を撮るんですかね。はい、こういう感じで写真を撮ります。で、上の方にもですね、もう壁一面を使った大きな絵もあります。ちょっと上がってみましょうか。これ見ていただけますでしょうか。これ、ここに色付きのゴムがついてて、まあ、この2人のですね、子供が両端からこれをこう、まあ、飛ぶゴム遊びをしているようなアートになっています。それからですね、今あちらのマダムがですね、座っているように、あの壁の床屋さんのおじさんが髪を切っているような絵にもなっていまして、まあ、こういったちょっとしたトリックアートというか、まあ、そのようなちょっと面白みのある絵がここに出来上がっています。これですね、グアイチャイホンの紹介でした。はい、このチャイナタウンですね、本当に知らないものがたくさんありますね。そうですね、うん、ぜひ、旅行が復活した際にはですね、皆さんもチャイナタウン訪れてみてください。はい、では今日はありがとうございました。それでは、さよなら。バイバイ。